はい、ここではですね、実際にピアノのロールで音を入力してみるといったところに行きたいんですけども、今回これドラムになってますよね。例えばこれがピアノだったらまだいいと思うんですよね。なぜかというと、ドって押したらドが鳴りますし、ミって押したらミが鳴ると。ただこれがですね、ドラムですとどこに何があるのかわからないといったこととなると思うんですけども、これはですね、ある程度規則性がありますので、ここで紹介しておきますね。まず C1 って書いてあるところですね、これ1オクターブ目のドということなんですけども、ここがですね、バスドラムといってですね、こんなサウンドですね。そしてその上ですね、1オクターブ目のレの音、これ D なんですけども、ここがですね、スネアというものになります。また多くの場合ですね、このミもスネアです。若干音色が違うのが分かっていただけると思うんですけども、これは好きな方を選んでいくといいと思いますね。そして今回覚えていただく最後なんですけども、ハイハットという音ですね、こう金属的な音、これですね、これがファのシャープとなっています。ちょっとタイプが違うハイハットいくつか用意されているんですけども、まずここの黒い鍵盤でクローズハイハットといってですね、一番一般的なハイハットの音が鳴ると覚えていただければ OK です。ということで、今バスドラムでスネアドラム、どっちにしましょうかね。これじゃあミにしましょう。そしてファのシャープでハイハット、この3つを使って打ち込みを行っていきます。音が鳴る位置が分かったらですね、実際打ち込みを行っていくといった感じなんですけども、ここをクリックしたとしても音は打ち込まされません。これはですね、ロジックほとんどの操作に共通するんですけども、何かですね、追加するときはですね、この鉛筆マークから行うことになっています。今これ2つあるんですけども、これがどういうことかと言いますと、左がですね、メインになっています。ということは今矢印になっていますので、これがメインと。そして右がですね、セカンドと言ってですね、コマンドキーを押してるときだけこの右のツールに変わるといったものですね。例えばですね、今こう鉛筆で打ち込みます。コマンドを押しながらクリックすることで鉛筆に変わり、音を入れることができると。で、こう見ていただくとちょっと長すぎたと言ったときですね、矢印で短くするんですけども、このとき一つのツールしか使っていないと、わざわざここからですね、鉛筆で打ち込む。そして音を短くしたいからもう一回矢印を選ぶと。そして短くする。で、結構時間がかかってしまうんですね。そのためですね、打ち込むときはコマンドをしながら鉛筆。そして書き終えた音をですね、編集するときはこのままですね、矢印で編集してしまうというのが一般的かと思いますね。今はですね、セカンドツールをコマンドキーを押しているときに鉛筆になるという設定にしておきましょう。今こう見ていただくとバスドラムが入りましたね。で、このパターンなんですけども、一拍目にですね、バスドラが入るということが非常に多いです。そしてこのスネアドラム。これをですね、2拍目と4拍目に入れてみましょう。これもですね、多くのパターンで基本となりますので、ここで覚えてしまってください。こういった形ですね。そして4拍目。ここにも入れると。あとはハイハットを8分音符で入れてみましょう。前の動画でも解説しているんですけども、この長さ。これが1小節ですよね。1拍がですね、ちょうどこの長さになります。そして8分音符なので、この半分。これがですね、8分音符の長さとなります。ということはですね、ハイハットをこう入れて、そしてその次、こうずらしていきますよね。そしたら8分音符がここになりますんで、こうなると。で、また、こうずらしていくと、すぐわかりますよね。あとは、この繰り返しで打ち込んでいきますと、こういったことになります。実際、ちょっとこのパターン聞いてみましょう。再生はですね、この後の動画で詳しく説明していきますので、まずこれ聞いてみてください。こういった形、しっかりとビートになっているのがわかっていただけるかと思います。そして、こう打ち込みを行っているとですね、このように、間違って入れてしまったと。いう時も簡単で、この矢印ですね、ポインターツールなんですけども、これでですね、消したい音を選択すると、こういう風にですね、選べばいいだけです。あとはデリートキーを押すとですね、このように打ち込みが消えますので、間違ったとしても何度でもやり直すことができるといったところですね。そしてですね、今こう視聴していただいてまして、おそらく気になった方も多いと思うんですけども、音の長さですよね。例えば先ほど8分音符と言っておきながらですね、この長さが半分だったりとか、もう少しこういう風に長さをちゃんとしなきゃいけないんじゃないかと思われる方もいると思うんですけども、ドラムに関してはですね、音の長さは一切関係ないです。ということはですね、どういうことかというと、別にこう打ち込もうがですね、音の長さがですね、こう打ち込もうが全く関係ないといった形となります。ですので、ドラムはですね、まず入る場所、ここだけを見ていただければいいかと思いますね。まずここまでをですね、覚えていただければと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。